地形学園コムグループプレゼンツあなたのあなたのあなたの夢は何ですかこんばんは花輪ですこの番組は毎回人生で大きな夢を追いかけている夢追い人を紹介しています今日の夢追い人はこの方です 初めまして東京俳優映画放送専門学校総合俳優専攻で勉強している山下天音ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします <laughs>、えー、山下天音さんということでございますけど、はい、これ本名ですか本名ですいい名前ですねありがとうございます天音ちゃんということで、はい、もう今おいくつですか19歳の2年生ですえー、出身はどちらになるんですかえっと千葉県の流山市出身です<な>え今何 流山から通ってんですか。はい、流山から実家から通ってます。まわ、大変。でも、僕らいかかります。<laughs> でも、一時間二十分ぐらいで。でも、その移動中は逆になか、いい時間だったりするんですか。かそうですね。何をされてます、移動中。えー、学校で配られた台本を見たりとか、まあ、読んだり。とか、うん、まあ、映画見たりして、その、こういうの使えるな。 っていうのを勉強する時間に当てられるのですごく有意義な時間を過ごせてるんじゃないかなと思います、うん、素晴らしいですね <laughs> 総合俳優専攻ということで、はい、俳優にやりたいなと思ったのは大体何歳ぐらいの時ですかでも最初に興味を持ち始めたのは小学校四年生の時なんですけど、うん、本格的にやろうかなと思ったのは中学三年生の頃に進路で、うん、あのやろうかなって思いました、うん、なんかきっかけがあったんですか きっかけはそ,のそれこそ小学4年生の時に、はい、地元のミュージカル劇団を見て、はい、なんか私もこうなりたいなっていうのがあって、ねえーえー。その劇団団には入団したんですか入団しましまた、えー、でも俳優の仕事っていうのはいつ思ったんですか中学3年生の頃に、うん、あの劇団式の DVD とか見て、うん、あ本格的にちゃんと舞台の上に立ってお客様に届けたいなって思い始めて。はい た。あもうじゃ高校の時からそうです、ね、もうそこを目指したんだ、はい、中学卒業する時からね、はい、将来俳優とかねミュージカル何度の仕事したいんだけどって親御さんに言った時の反応はどうでしたなんかそのびっくりされることはなくてあの私お風呂でよく、うん、なんか人に違う人になる。 いうことをよくやってたんですけど、すこんな人だと思わなかった。<laughs> え、なんか,なんですか隙間から見てて、うん、母が、はい、ああちょっとこの子やばいわみたいな感じが。うん、ちょっと確かにやばい感じ、ね。<笑><笑>でだからまあちょっとミュージカルとかどうみたいな感じで、なんか向いてんじゃないかなっていう,ふうに思ったのかな、お父、はい、お母さんもね。そうですね。はい。えでも現在はやはりこうミュージカルの方に力を入れてるっていうことですかね。ねはい。それはなんかきっかけあったんですか。 やっぱりその最初総合俳優専攻っていう形で学校に入学したんですけど、うん、その私の学校はその劇団式で活躍された先生方がすごく多くて、はいうん、やっぱりなんかそういう方の話とか聞いてると劇団式って本当に夢があるなと思って、うん、そうだよね。はい、ミュージカルだもんね。そうですね。だからやっぱミュージカルの方向で行こうかなっていうのに変わります、うん。そっかいろいろ先生の話聞いてたら興味が湧いてきて、はい、そうです。はい。 えー、いろんな授業あると思いますけど、どういった授業を受けてますか。演技の学校なんですけど、うん、映像演技、舞台演技のほかにも、あのクラシックバレエとか、うん、ジャズダンスとか日本舞踊とか、うん、アクションタタップ、うん、いっぱいいろんなジャンルをやらせてもらってます。歌ボーカルの授業とかもありますか。はいあります。えー、どうどういった歌を練習するんですか。最初は J ポップとか。 から始めるんですけど、うん、その後は声楽とか、うん、あのミュージカル系の曲とかもやったりしていろんなジャンルをやってます歌は好きですか歌は好きで得意なんだじゃあちょっと歌聞きたいですねえオリジナルでもいいです、ね、いやいや,いやオリジナルはやめてください,ないちなみにオリジナルはタイトルは何かあるんですかえっ <laughs> と私の歌が好きな人いるわ <laughs> 私の歌が好きな人いるわ。<laughs> 長いタイトルですけどね。そ,ねその歌詞が結構錆びにくる感じで。<laughs> それ聞き手な。いやいやいややめてください。えなんかでも歌えるとあります。そうですね。あの中島美嘉さんのオリオン。あいいじゃん。いいですか歌って。歌て。歌急に。いいですか、はい、どうぞ。泣いたのは僕だった。弱さを見せ 言い,たいことがそう強いわけじゃないって君が言っていたからだよ I BELIEVE ありがとうご <laughs> はいえっ、ー、とミュージカルの授業ってね、はい、いうことですけどもミュージカルの授業ってどんなことをやるんですか 姉妹校の系列の人たちと一緒に舞台を作ったりするっていうのを今年の12月頃に行うんですけれども、うん、まあ基礎レッスンをしたりっていうのがまず主で、まあ、キャストオーディションしたりっていうのがありますね、うん、なるほどねそこはもう主役を目指してねはい行く感じですよねはいえなんかミュージカルのタイトルとかあるんですかえっと明日への扉っていう骨髄移植のうん そんな、えー、山下あまねちゃんが通っている東京俳優映画放送専門学校総合俳優選考についてもう少し伺っていこうと思いますけども、はい、日文もあるんですかそうですね日本舞踊は結構ちゃんと所作から一からきちんと教えていただいて扇子のこうやり方だったりとかもしっかり帯の結び方だったりっていうのを一から教えていただいてます。うん、さらには 縦やアクション縦はあのちゃんと木刀を使って型があってっていうので、はい、あの今活躍してる先生方にきちんと教えていただいてるんですよじゃあ本当プロとプロのハイヤス来て教えてくれる、はい、そうです盾でもアクションでもいいんですけどなんかちょっと今教えてもらってるのパッとできたりしますよ <laughs> あこれがありましたけどこれ、ね、<laughs> ありがとうございますこれ、ね これでできたりしますかはい、はい、お、いいねさすがいいですかいやー、<laughs> アマネちゃんはほら対応能力ありますよいやいやいやではそれではアマネちゃん、お願いしますはいえい <laughs> 加盟してください素晴らしいありがとうございますアマネちゃんはパッてやるところもすごい,すごいですね <laughs> え今日の夢呼びとは東京俳優映画放送専門学校総合俳優専攻で勉強している山下。 天音さんにお話を伺ってますけれども今までで一番好きなミュージカルといえば何でしょうか劇団式の魔法を捨てたマジョリっていう作品が一番好きです。うん、あそれをあのどこでで見たんですか一番最初 DVD なんですけど最初見たのは、うん、なななかなかやれないんですよね、うん、ファミリーミュージカルなのでこう年ごとに変わっちゃうので、うん、なかなか見に行けないんですけど、うん、いつかまたやる時があったら今度は生で見たいなるほど はい。いつかそこに出てみたいなっていうね。そういう気持ちで。い。るわけですね。はい、なんか自分たちで映画も撮ったりしてるんですか。そうですね。うん、その制作家が私の学校はあるので、その制作家の方と一緒に。私たちがその演者として出たりとかっていうのがあります。そっか。ど、どんな作品今まで作ったんですか。最近だと、なんかその目に。 目を見られることがすごい好きな主人公がなんか夢から覚めても部屋中なんか目の写真でいっぱいとか。 落ちみたいな作品を撮ったんですけど結構サイコチックなシリアスな、ねはい、作品ですね <laughs> はい。それはどういう役で出た,出たんですか <laughs> 主演で一応取ら,らせていただきました確かに目力ありますもんね <laughs> ありがとうございますはい。さあそんな、えー、あまりちゃんと同じように俳優のお仕事を目指している後輩の皆様へ何かアドバイスがあればお願いしますはい。この業界を目指していて うまくいかないこともたくさんあると思うんですけれども、一緒に切磋琢磨しながら夢を追い続けましょう。お願いします。ね、大変なこと、辛いことあるけども。そうです。ポジティブにね。はい。ええー、もういいとこだけを、上だけ見て。上だけ見て。ね、楽しんでいこうよというね、はい、ことですね。はい、はい、素晴らしいアドバイスありがとうございます。さあ、そんな山下天音ちゃん、これからもっと大きな夢があるのでしょうか。山下天音さん。あなたの夢は何ですか。 はい、私の夢は夢と希望を与えるミュージカル女優になることですはいもう目標がはっきりしててねはいいやーいいですよもうこれはもうぜひとも目指していただきたいはいで具体的に何かあるんですかこんなステージに出たいとかやっぱ劇団四季で活躍できる女優さんになることが目標ですぜひ、うんね、とも頑張っていただきたいはい、に行きますんでりすありがとうございますはい応援してますはい 今日の夢帯とは東京俳優映画放送専門学校総合俳優専攻で勉強している山下天音さんでしたありがとうございましたありがとうございました大好物は何ですか大好物はさつまいもです、うん、ああ <laughs> いいねすぐ答えるあたりも素晴らしい、ね、よく食べそうですね <laughs> そうですねスーパーいや食べるより あの、<え>探す方が好きです。ど <laughs> <や> <laughs> ういうこと。それーー探す。探すが好きなんだ。そうですね、なるほどね。はい、変わった子だな。<laughs>